多賀城創建1300年を記念し、県内の食材をふんだんに使った弁当がお披露目されました。あさってから JR 仙台駅で販売されます。多賀城の南門やあやめなどが描かれた蓋を開けると、古代米や鮭、しそ巻きなどさまざまなおかずが入ったお弁当。多賀城創建1300年を記念して開発された道の多賀城うまし物弁当です。今日はお披露目会が開かれ、参加者らが一足早くその味を確かめました。奈良時代、多賀城には魚や海藻など県内各地の食材が集まってきたことにちなみ、多賀城市内で作られた古代米やわかめのふりかけ、県内産の銀鮭などが使用されています。さらに笹かまぼこや閖上げ産のしらすを使ったグラタンなど、宮城を丸ごと味わえる弁当となっています。とても美味しくて、ご飯が進みますね。はい、多賀城の古代米、それから宮城県内のいろんなところからの食材、いろいろ入ってるので、この1300年 の記念 の駅弁というか、お弁当としては最高じゃないですか。また掛け紙の裏面には、多賀城は道の子を代表する歌枕の宝庫であることなど、多賀城にまつわるエピソードが紹介されています。多賀城市のさまざまな文化、歴史について書かれている部分がありますので、多賀城をやっぱり知っていただく、食を通してもそうですし、あとはその多賀城を調べていただく、なんかそんなきっかけ作りになるなというふうに思っているので。この弁当はあさってから JR 仙台駅で販売されます。また20個以上の注文を予約で受け付けます。